一号マスは、囲碁用語で、隅の数のような四角い黒の死活を指す言葉。文字通り、一号の量を測れる、マス程度の大きさであることから名付けられた。白から打ち、双方正しく打てば、こうになるが、羽根があったりダメが空いていたりすると事情が変わる。このため小さなスペースでありながら、バリエーションが多く、実践で出てくると、 アマチュア講談者でも正しく対応するのは難しい。前田信明は同じ形を辺に置き換えた、辺の1号マスを提唱している。白1へ置いてくるのが基本だが、黒はこれに対して、黒2につけるのが正しい。白3の突き当たりが得な手段で、イカ白9曲がりとなり、黒は A に放り込みを打ち、白 B で白の取り番の甲になる。ただし外ダメが空いていたり、 星の位置に、石のない形、一線に羽や下がりがある場合などもあり、これらはそれぞれ異なる結果になる。例えば星に、石のない角、角掛け1号マスでは、白が1に置いたとき、黒が同じように2につけても白3に、突き当たり、いか不合順に打ったとき、A と B が見合いで死にとなる。このように1号マスは一見単純な形ながら、 変化は複雑で奥が深く、一号マスが分かれば、初段という言葉さえあった。実践でも類似した形が出現することは多く、普段からトレーニングしておくことが実力向上につながる。図のように銃の線に石を置き、隅に打ち込んで、息があるかを競うもの。昭和30年代に、プロが加わって、集中研究された。初手は、隅の急所である三三だが、 図の黒2.4が最強の攻め。しかしこの後白が手段を尽くせば息というのが結論である。図のように一線に黒がびっしりと石を置いたところに白が打ち込み、息があるかどうかを競うもの。実際には息はほとんど不可能とされる。前田信明、語の言葉語の心、P169、相葉和弘記 奇妙な死活日本金 P12 相葉和弘樹奇妙な死活日本金 P8 ありがとうございます